平成25年4月27日、首都圏中央連絡道の東金インターチェンジから木更津東インターチェンジ間が開通しました。圏央道は東京湾アクアライン、東関東自動車道などと連絡し、千葉県の中央部に位置する茂原市にとって重要な交通基盤となりました。茂原市は古くから商業の町として発展しました。物資を東西南北へ運ぶための中継地としてにぎわったのです。その面影は茂原市役所近くの昭平町通りに六歳一として今も残っています。六歳一は茂原市民の台所として毎月4と9がつく日に定期的に行われている市です。通りには30軒ほどの露店が連なり、四季折々に新鮮な農産物や花などが店頭に並びます。古くは県下有数の市と呼ばれた六歳市、江戸時代から受け継がれる伝統の市となっています。今回の千葉見聞録は房総半島の中心に位置し、交通の要衝として発展を遂げてきた茂原市を訪ね、その歴史や文化に触れてみたいと思います。房総半島のほぼ中央に位置する茂原市。今からおよそ1200年ほど前は沼や池が多く、藻が茂り、野生の馬が走り回る荒れた土地でした。その頃、上総国の国司となった藤原の黒麻呂が茂原にやってきます。そして荒れた土地を田畑に開墾したのです。その土地を茂原の荘と呼びました。茂原の地名はこの荘園に由来していると言われています。茂原市茂原に茂原の荘と同じ字の草原寺があります。この草原寺にはどのような由来があるのでしょうか。この最初の1276年には上洛山妙光寺という名前でこのお寺は開堂いたしました。日宗上人が京都に行った時に天皇より勅願をいただいたおかげで上財山妙光寺という形でずっとこのお寺をしておりましたけれども、徳川が関東入府の時に徳川家よりも御朱印をいただく朱印の宛先の名が物原の寺、物原の寺という宛名がございました。それで上財産草原寺になったのが明治の14年頃でございます。また草原寺の仁王門は白い多方塔形式の門で大変美しく、茂原市の象徴の一つとして市民に親しまれています。昭和6年に日蓮大聖人がお亡くなりになって650年という御本の年でございました。東山土台78世の勧授、雲山西川芸家、この方は大変に初夏でございまして、そのお弟子さんの協力を得ながら総高さが約25メートル、仁王門を建てて茂原の町の一つでもシンボルになるかなということで建立をされたものでございます。中には戦隊仏もありますし、あと古い、お像とか胸板とか、ここに覚悟されているものでございます。草原寺は日蓮聖人と深い関わりのある寺院で、その昔日蓮聖人を迎え入れた時の話が残されています。
日蓮大聖に鎌倉へ向かう途中、この先の長南町の笠森の観音堂で休まれました。その折にここで茂原を治めておりました斎藤東東の神金綱公という方と、私の住職をしております須田の妙元須田五郎時忠と、この二人がですね、夢のお告げを受けました。我に無双の珍客あり、早く迎えて供養せよという観音様の夢のお告げを受けて、日蓮大聖人をお迎えになって、この地で初めて南明法蓮華経のお題目と法華経の教えを最初に大人になったのが、この茂原の斎藤兼綱公と須田五郎時忠だというふうに伝わっているお寺でございます。また日蓮大聖人が日立の上へ行く途中に身延山を降りられました。身延山より南部実長公から預かった栗影の馬にお乗りになって池上まで着きましたけど、池上から日立へ行く途中の間、お休みになる間、上総の茂原殿にこの馬を預けると。その後、日蓮聖人亡き後、茂原に残された馬はそのままこの地で息を引き取りました。宗源寺より1キロほど離れた浜町の御塚観音堂に、栗影の馬は静かに眠っているのです。かつては茂原の庄とともにもう一つの荘園が存在しました。茂原市北側に広がっていた立花の庄です。その立花の庄が広がっていた現在の本能地区に、音立花姫を祭神とする大和たける東西伝説ゆかりの立花神社があります。立花神社は上総二宮として古くから地元の人々の信仰を集めてきました。今から1905年前、慶光天皇様の御代になりますが、40年、10月にですね、大和たけるの御事の、伝説になぞられてですね、創建されたお社でございます。日本最古の歴史書の古事記、また日本書紀に記された大和たけるの東西伝説。大和たけるが相模の国から上総の国へと船で渡る際、荒波によって沈没の危機を迎えます。その時、大和たけるの妃であった音立花姫が自ら海にその身を投じました。すると荒波は静まり、大和たけるは無事上総の国へ上陸できたと言われています。その7日後ですね、大和たけるの御事は浜辺に流れ着いておりました姫の奥氏を拾いになられまして、この本能の地までにですね、お住みになられた時に、ここで初めて毛髪せられまして、この地に、その櫛を収めるための、御墓御陵墓を築城されですね、その櫛を御墓に収められ、御墓の頂上にですね、墓標の代わりといたしまして、立花の苗木を植えられたというのが、この神社のご創建の始まりでございます。大和たけるはこの地に湧き出ていた井戸の水で音立花姫の櫛を清めたそうです。その井戸が境内の裏に残されています。その清めた櫛を音立花姫の御霊として納めたと伝えられています。音立花姫にちなんで、境内には数多くの立花の木が植えられています。立花の木、その昔、時軸の家具の木の実というのがお名前でございました。柑橘の、元祖とされるものでございまして、その立花の実というのがですね、古来より、不老長寿あるいは不老不死の、薬妙薬としてですね、大変珍重されておりまして、当時神社のお祓いの神様のご神徳、これになぞらえましてですね、現在におきましても、ご病気でお患われておられる方ですとか、あるいはですね、心の悩みがある方、
この実を頂戴されましてですね、お持ち帰りになられるということで、ございます。立花神社と同じ本能地区には荻生徂徠勉学地の碑があります。荻生徂徠は江戸時代の思想家儒学者として知られる人物です。さらに荻生徂徠の名を世に知らしめることになったのが赤穂浪士の討ち入りだったのです。荻生徂徠は寛文6年、西暦で言いますと1666年に江戸で生まれた儒学者です。まあ成人してからは、赤穂浪士の討ち入りの浪士の処分をですね、いろいろあったわけですけど、徂徠の意見を取り入れて切腹になったということでは、有名な話だと思います。荻生徂徠は若き日々をこの本能の地で過ごしました。荻生徂徠が14歳の時、西暦で言いますと1679年なんですが、延宝7年という年なんですけど、徂徠の父親が宝庵といいまして、徳川、綱吉の、に仕えた医師だったんですね。綱吉の布教を買いまして、江戸を追放まで行かないですけど、江戸の領地を離れるようにというふうに命じられたんですね。でそれで父母らと共に荻生徂徠の母の、父親本能の地で生活していたわけです。そんなことで徂徠もこの地にやってきたと、そういうことです。かなり質素な生活をしていたようです。このすぐ近くに、本庄山という、戦国時代の城跡があるんですけど、そこにも登ったというような記録もありますので、そういうようなところを登ったり、あるいは父親が持っていた大学言解という書物があります。そういう書物を、勉強をしていたんじゃないかなというふうに思います。江戸に戻った後、荻生徂徠は儒学者として活躍し、老中の柳沢義康などに仕えました。本能の地は若き荻生徂徠が勉学に勤しみ、後の大政につながる土地なのです。茂原には数多くの延泰号が残されています。延泰号は太平洋戦争中に飛行機を空爆などの被害から守るために築かれたものです。太平洋戦争中、茂原には海軍飛行場があり、延泰号は飛行場の近くに作られました。延泰号は分散、偽装、隠蔽、対談化を三原則として作られました。延泰号の強度は60キロ爆弾に耐える程度とされ、コンクリートの厚さは30センチ以上もある頑丈な作りになっています。上部を土で覆い、草木が生えているものも多く残され、当時の姿を今に伝えています。現在、県道茂原環状線沿いに11基の延泰号が残されています。それぞれ違う方向を向き、広く分散していることなどから、戦時の様子を伺うことができるのです。茂原の近代産業化を飛躍的に発展させた原動力は天然ガスです。古くは天然ガスを燃ゆる木と呼び、ガスの兆候を示す土地を土気と呼んでいました。茂原にほど近い千葉市緑区には同名の地名が存在しています。茂原に湧き出る天然ガスはどのようなものなのでしょうか。
天然ガスが地下水に溶けた状態で存在しておりますので、水溶性天然ガスというふうに呼ばれています。まだ房総半島が海だった時代、時代年数で言いますと、だいたい今から200万年前ぐらいから、海底にですね、動植物、主に植物と言われていますが、植物が微生物によって分解されて、メタンガスを生成したというふうに言われておりまして、茂原の、天然ガスの特徴としては、メタンガスの純度が非常に高いということ、だいたい 99% がメタンガスという特徴があります。千葉県、を中心にですね、北側は茨城県、それから西側に行きますと、東京都ですとか、神奈川県の一部まで、広い範囲がですね、南関東ガス田という水溶性の天然ガス田が広がっております。 JR 茂原駅よりほど近い阿久川、この川の水面にふつふつと湧き出る小さな阿武区。阿久川では天然ガスが湧き出る様子を見ることができます。ガスが、含まれている地層が西側に向けて落ち込んでおりますので、ガス井戸の深さですけれども、千葉県全体を見回すと深いものでだいたい2000メーターぐらいまで掘った、そういった深い井戸もございます。ただ茂原市近辺に限りますと、深さはだいたい500メートルから1000メーターぐらい、そのくらいの規模のものになります。この地方の天然ガスの始まりは明治17年、干ばつのため水田の井戸を掘り下げたところ、焦げ茶色の水が湧き出ました。その水面に泡が浮かんでいたことから、阿武区水や醤油水と呼ばれました。この泡こそが天然ガスだったのです。明治41年、火山や天然ガスの研究をしていた板垣京太郎が茂原にやってきて、茂原の眼科医千葉天武と協力し、7ヶ月の歳月をかけガス井戸1号を完成させました。戦後、茂原市周辺では天然ガスによるガス灯が町の明かりとして利用されていました。またこの地では天然ガスの副産物として溶土が多く採出されることも知られています。天然ガス採掘の際に一緒に湧き出る地層水、寒水に含まれる成分です。で、溶土は古くから殺菌性能が高いことで知られてまして、溶土鎮気ですとか、うがい薬、こういったものに利用されてきています。日本は、南米のチリに次ぐ世界第2位の、溶土の生産国になっています。日本の中にあって千葉県が生産している溶土の量はだいたい日本の、生産量の 80% ぐらいを占めています。ですので、溶土というのはその茂原市あるいは千葉県が世界に誇る資源と言えると思います。エネルギー自給率の低い日本で天然ガスは国産資源として大きな注目を集めているのです。毎年80万人以上の観光客でにぎわう茂原七夕祭り、平塚狭山と合わせて関東三大七夕祭りと呼ばれる盛大な祭りです。昭和29年に初めて開催され、今では50年以上続く伝統のある祭りとなりました。茂原市は商業都市、工業都市と新たな表情を見せながら、これからもその地に住む人々と共に
さらなる歴史を重ねていくことでしょう。